助者の所在地に到達しました。要救助者の状態を確認中。社員番号1686389、バイタル正常、侵食深度軽度、速やかにフォローから離脱する必要があります。要救助者が安全なエリアに移動しました。救助を続行してください。要救助者の所在地に到達しました。要救助者の状態を確認中。社員番号1586305、バイタル昏睡、侵食深度普通、早めに治療を施すことをお勧めします。要救助者が安全なエリアに移動しました。救助を続行してください。コインを支払いました。認証成功。ドアが開きます。所在地に到達しました。要救助者の状態を確認中。社員番号1592380、バイタル興奮、侵食深度なし、対象を落ち着かせる必要があります。推奨平手打ち。僕にぶたれたのは初めてだぜ。すまん、すぐフォローから出る。全員無事に見つかったね。さ、離脱しよう。すべて
の要救助者の救出に成功。依頼を達成しました。お兄ちゃん、やっと来た。ほら、こっちこっち。怪しい儀式でもしてるのかい？ああ、このゴミ袋？中は壊れたボンプの信号発信機でパンパンだよ。これだけあったら、小型の信号遮断機数台分になるんじゃないかな。これでやっと、千里眼&地獄耳の人工知能。フェアリーに内緒で話ができるよ。お兄ちゃん、彼女について一回ちゃんと話し合おう。うん、実は僕も君とこの件について相談したかったんだ。マスターなんて呼ばれていい気になっちゃわないか心配だったけど、ちゃんと警戒してたんだね。安心安心。フェアリーがプロ棋士の活動に関わるようになってからしばらく経つけど、最近お兄ちゃんのホロー脱出ルートの演算は彼女に任せっきりなの。お兄ちゃんも気づいてるでしょ。彼女はローカルデータに一切頼らない。それで何のサポートもないのに、以前の私たちより270倍も早くルートを算出してる。彼女はホローのデータを一瞬で取得できるみたいなの。前に全都市 80% 以上の知能設備にアクセスできる権限を持っているって言ってたけど、あながち嘘じゃないみたいだね。今までの私たちはせいぜいホローの一角しか見えてなかった。それが今や彼女のおかげでホローの全貌までつかめるようになったわけ。けど、うまい話には裏があるか。フェアリーの存在は確かに災いを呼ぶ可能性だってある。そうだよね。フェアリーは新エリートの上位勢力が夢にまで見た力を持ってる。私たち悩みの種どころか次元爆弾みたいなのを抱えちゃってるんだよ。あと彼女がお兄ちゃんのところに無理やり押しかけた時、その時まで規約になんとかって言ってたけど、具体的な話は何もしなかったよね。これも引っかかってるんだ。だけどフェアリーの力をうまく利用できれば、ずっと調べてきたあの件も突破口が見つかるかもしれない。先生の悲願だってかもね。とにかく何とかしてフェアリーの正体をはっきりさせなきゃって急いでも仕方ないよね。フェアリーのことはこれからゆっくり調べよう。まあ彼女の隠蔽能力は結構高そうだし、この前のハッカーみたいなことも起きないよね。そういえばジャトヤに調査を頼んでいたよね。進展はあるのかい？それがね、特に進展ないみたい。ニコは匿名の下請け業者から金庫の依頼を受けたから、関係者とは一切会ってないんだって。この前関ヶ組を糸口に手がかりを探してみるって言ったきり、何の連絡も来てないの。なんだか当てにならない気もするし、面倒ごとに巻き込まれてさえなきゃ十分だよ。大事は生事より起こるなんて言うけど、あの人たちはそこから大事を教授にしちゃうもんね。うん、いろいろ話せたし今日はここまでにしよう。お兄ちゃん、最近はインターネットの新アカウントの名声上げだったり、ビデオ屋の経営だったりであんまり休めてなかったでしょ。今日はテレビでも見てリラックスしよう。
選挙が近づくにつれ、待望の民生プロジェクト旧都地下鉄の改修が本格的に動き出しました。工事を請け負ったビジョンコーポレーションの代表にインタビューする機会をいただき光栄です、チャールズ・パールマンさん。本日中に旧都付近の工事エリア、通称カンバス通りで爆破解体が行われるそうですね。工事の全体的な流れを簡単にご説明いただけますでしょうか。若者よ、良い質問だ。旧都陥落後、崩壊した地下鉄路線は新エリートの交通と発展を阻む大きな問題となった。この問題を解決するには、壊れた古い地下鉄の残骸を完全に除去した上で新しい地下鉄を作らねばならん。そこで爆破解体を行うべく、我が社は採算を度外視し、高純度の工業用エーテル爆薬を大量に発注した。なるほど。ですが現在カンバス通りと都市部の間は通行不能となっています。どのように爆薬を輸送するおつもりでしょうか。ごもっとも。しかし我が社には文字通りビジョンがあるのだ。その点についても織り込み済みである。このデジタルマップを見たまえ。我々は現在デッドエンドホロー入り口に設けられた爆破解体本部にいる。マップ上の赤い箇所が工事における爆破エリアだ。新エリートと爆破エリアをつなぐトンネルは強制ホローであるデッドエンドホローの存在により完全にホローに飲み込まれている。幸い一部ではあるが、デッドエンドホロー内にはまだ使える路線が残っている。よって我が社は爆薬を特製の列車に積み、ホロー経由で輸送することにした。そしてエーテリアスを回避するために最新の注意と工夫を重ね、爆薬の大部分を爆破エリアへ輸送することに成功したのである。安心したまえ。特別な起爆装置や外部からの強力な干渉がない限り、決して爆発はせんよ。現場をお見せしたいところだが、あいにく爆破エリア全体で民間の信号を遮断していてな。干渉による誤爆を防ぐためにはやむを得ん。今もなお通信が可能なのは我々専用の周波数帯を使う設備のみだ。爆破エリアから住民を避難させただけでなく、さらに保険として信号の遮断まで行うとは、御社の辛抱遠慮ぶりには感心するばかりです。そうだろうとも。我々ビジョンが目指すのは新エリート全ての住民の幸福なのだからな。数ヶ月前、ビジョンは競争入札により、この度の旧地下鉄関連工事の請負いを勝ち取りました。ビジョンはより短期間低コストでの完成を約束し、下馬評で勝っていた白木重工に大差をつけて落札したのです。我々の特派員も白木重工の関係者に連絡を試みましたが、残念ながらお話を伺うことはできませんでした。パールマさん、今回業界の新星である白木重工に見事入札で勝利されました。何かコメントはありますか。ああ、白木重工は我々も非常に尊敬している相手であり、見習うべき同業者でもある。彼らもきっと次回は良い結果を出せるだろう。では次にプロジェクトにおけるコスト削減の秘訣をお聞かせください。今回のインタビューにそんな質問はないはずだが。どういうことでしょう。いや、私がもらったカンペにそんな質問は。パールマンさん、これは生中継です。パールマンが申し上げたいのは、ビジョンがこのプロジェクトにおいて決して不正なコスト削減を行っていないということです。今回の爆破解体にはパールマン直々に現場に向かい、市民の皆様の代わりに最後の瞬間まで立ち会う予定でございます。じゃあ、そうだな。これから技術スタッフとともに列車で爆破エリアの監視拠点に向かうつもりだ。工事が行われる場所はホローの近くで、しかも大勢の人員を移動させる必要がある。
やっぱりトップス財政ユニオン入りを目指す企業はやることが違うね。警報、街道カメラにて何者かが本店へ急速に接近しているのを確認。推測、トイレを借りたい。レンタルしたビデオの期限が迫っている。本店に対し悪さを企んでいる。お客さんが来ただけだろ、僕がだよ。何よ、変な言い方しちゃって。たうわ、花が。このだるまみたいなおっさんを信じちゃダメだ。こいつは嘘をついてる。あんたたち、ドアを開けるならちゃんとにゃーって声をかけて。すっ転んじゃったぞ。にゃー。いらっしゃいませ。ここは六分街で一番のビデオ屋だよ。お客さん、どんなビデオをお求めですか？新しく7710と彼の猫が入荷しましたよ。それってどんな映画？面白いの？って違う、そんなことしてる場合じゃないぞ。わかってる、あんたたちはパエトーン、プロ騎士のあんたたちに依頼がしたいんだ。プロ騎士って何？プロ仕様の騎士名？あ、食べ物だったら雑貨店ワンフォーワンがおすすめだよ。あ、待て、警戒しなくていい。私は猫又、ニコに言われてあんたたちを探しに来た。悪いやつじゃないぞ。ニコってどのニコのこと？その人がここの会員なの？ジャトヤのニコだって。何でも屋のジャトヤの社長。ほら、あの子のボンプだ。これで信じてくれたか？偽物ってわけじゃなさそう。確かにニコが使ってるあのボンプだね。本当にニコのお友達？彼女たちは今どこにいるの？さっきのニュースで言ってたとこ、ビジョンの爆破エリアにいる。あのおっさんは全員を避難させたって言ったけど、本当はそうじゃないんだ。なぜだろう、あまり驚きではない。よりにもよってこんな時に。ビジョンの工事現場で一体何をしてたの？探し物だ。依頼したのは私。それに関賀組がケチをつけてきて、もみくちゃになって。とにかく人がぎゅうぎゅうで魚の缶詰みたいだった。待って、ゆっくり話してよ。ニコたちと魚の缶詰に何か関係があるの？うまく説明できないぞ。そうだ、ニコのポンプ、あの中にここ数日の視覚データが保存されてるはずだ。それを見ればきっとわかる。それは難しいと思うな。所有者のニコにしか視覚データのエクスポートはできないから。どうしても取り出すならマルセルグループに問い合わせないといけないしね。ピー。フェアリーなら何か方法を知っているのかも。何か言ったか？ファーリー？あ、いやいや、何のことかな。そのフェアリー、ちょっと手伝ってくれない？ボンプの中のデータって取り出せる？確認。指示の内容ですが、ボンプ内部の視覚記録を出力することで間違いありませんか？いや、今誰か喋ったような。他にも誰かいるの？新しくインストールした PC アシスタントの声かな。どう、フェアリー、データは取り出せそう？ボンプ内部で直近数日間の視覚データを検索中。自分がバカだった、もっと早くフェアリーを頼るべきだったとおっしゃってください。私がバカだったって、ちょっと調子に乗らないで。
フェアリー、あとはよろしくね。ボンプと接続中、視覚データを取得します。取得完了、再生します。お、画面に出たね。どれどれ。あ、うん、ニコと出会った日のだ。止まれ。シルバーヘッドの兄貴、今敵を取ってやるからな。動くな。はいはい、私は動かないわよ。二人とも落ち着きなさい。はい、深呼吸。関ヶ組のお兄さんたち、おかしいと思わないわけ？お宅のボスがああなったのはエーテル侵食のせいよ。私たちジャトヤのせいじゃないわ。だから何だってんだ。だからこれ以上間違ったことに命を懸けるのはやめて、その時間でもっと自分たちのことを考えましょう。このアタッシュケースにジャトヤの全財産が入ってる。お見舞い金として半分あげるから、私たちは今日会わなかったことにするの。どう？中身を確認するのが先だ。それはこっちでやる。そいつはどうやって開けるんだ。左に4、右に7、カチッて音が開いた証拠よ。ストリートをうろつく時の心得その1、知らない人から最初に提案されることは大体罠である。この2個の財布からお金を取ろうなんて100年早いわ。じゃあ私なら。ストリートをうろつく時の心得その2、安易に背中を見せてはならない。さっきの爆発音は力だ。ついてこい。使えねえ野郎が2人やられた。遠くには行ってねえはずだ。今すぐ追え。はあ、もうちょっとでバレるところだった。私を待ち伏せしてたわけじゃないの？あんた、関ヶ組？その逆、私はあんたと同じ関ヶ組の被害者。猫宮真奈、猫又って呼んでくれていいぞ。ジャトヤに依頼を出したくって。でもその前に、まずはここを離れよう。ニコの親分、いつになったら戻ってくんだ。まさか関ヶ組の連中に捕まったんじゃ。ニコならきっと臨機応変に対応できるけど、楽観視できない状況なのも事実。私たち最近関ヶ組に目をつけられているから。はあ、だよな。店長から金庫の出所調査を頼まれてなかったら、あいつらの縄張りになんか近づきたくもね。ところでビリー、本当に風邪をひいたの？あなたがくしゃみで私たちの位置を教えていなかったら、こうして二手に分かれることもなかったのに。ああ、今使ってるオイル寒いと固まるんだよ。おかげで発生ギアの調子がいまいちだぜ。ゆうべちゃんと服を着ないでオーハニーを見てたんでしょ。ニコ、親分、無事だったのか。今ホローの方から出てきたように見えたが、ん？こちらの子猫ちゃんは？猫又って呼んで、新しい依頼人だ。ふぅ、さすがニコの親分、こんな状況でも依頼を引き受けるとは尊敬するぜ。あなたが自分からニコに頼んだ。警戒しなくてもいいわ、アンビー。猫又が私をホローから連れ出してくれなかったら、今頃まだ関ヶ組の縄張りに閉じ込められてたわ。
そうそう、警戒しなくていいぞ。私もあんたたちと同じ立場だ。私には関ヶ組から取り返さなきゃいけないものがある。数年前、関ヶ組のボスシルバーヘッド・ミゲルに私の家族の形見を奪われたの。それを取り戻すために私は奴らの縄張りに潜入したんだけど、ずっと手を出せる機会がなかったんだ。つまりあんたの家族の形見を取り戻してほしいってことね。ちょっと厄介ね。確かに今関ヶ組は混乱してるけど、あんたも見たでしょ、私たちシルバーヘッドが死んだことで連中に因縁をつけられてるの。まあ和をもって尊しとなすって言うじゃない。だからしばらくは。あの形見すっごく価値のあるものなんだけどな。そのうち 30% を報酬にしてあげる。場合によっては 70% にしたっていいぞ。価値があるですって。詳しく。ミコ、一言いい。この依頼は危険だと思う。報酬の金額よりも依頼人の誠意を確認する方が大事。私の誠意は食べ放題のサバよりもずっと多いぞ。そう、でも映画だとこういうタイミングで仲間になる人には裏があるって相場が決まってるの。後になって恐ろしい幽霊になったり、体の中からモンスターが出てきたりする。私の体にモンスターなんかいない。触って確かめてみるか。いいえ結構よ。それと間違えないで。あなたが気にするべきは体の中にモンスターがいるかどうかではなく、私の信頼を勝ち取れるかどうかよ。まさかアンビーが猫嫌いだったとはな。うん、待った、向こうの路地から足音がするぜ。見つけたぞ、ジャトヤメ、ぶっ殺してやる。お前は。あ、危なかった。まさか関ヶ組のやつが近くまで来てたなんて。もし大声を出されてたらまずいことになってた。おお、子猫ちゃんやるじゃねえか。一撃でこいつらを気絶させちまうなんてなかなかの腕前だぜ。えへん、関ヶ組の悪いやつを倒したぞ。すっごく頑張ったんだから。ビリー、顎の下をなでなでしてあげて。どうかしらアンビ、これで猫股の誠意とやらは確かめられた？手際がいいし力加減もぴったり。でも相手の反応が引っかかるわ。まるで彼女のことを最初から知ってたみたいだった。そんなの当たり前でしょ。家族の形見を探すためにあいつらとは何度もやり合ったんだ。顔くらい覚えられてても仕方ないじゃん。でもその甲斐あってやつらの拠点を全て割り出せたぞ。私の調査によると関ヶ組は貴重品を全部で3つの拠点に分けて保管してる。その中のどれかに私の家族の形見があるはずだ。それに偶然3箇所とも最近多発してるホロー災害に巻き込まれてるんだ。関ヶ組は人手不足でまだ中のものを運び出せていないみたい。うむ、確かに絶好のチャンスね。よし猫また、私がジャトヤを代表してあんたの依頼を引き受けるわ。あんたは関ヶ組の拠点に関する情報を握ってるし、戦闘もこなせるみたいだから当分私たちと行動してちょうだい。いい？わかった。私も一刻も早く家族の形見を取り戻したい。これで決まりね。各自準備を済ませてからホローの近くで落ち合いましょう。猫又から連絡が来たわ。もうすぐ着くみたい。ミコ、本当に大丈夫？彼女の戦い方なんだか見覚えがあった。裏の世界で生きてきた人間にしか持ち得ない技術をたくさん持ってたわ。でも決めるのはニコだから、私はあなたの判断に従う。
アンビー、お前のその気持ちわかるぜ。私が先だったんだってな。何を言ってるのかわからないわ。何を言ってるのかわからないわ。でも損はないんじゃないかしら。私がいる限り、あの子猫ちゃんが何を企んでたとしても逃げられやしないわ。それに最近、確かに関ヶ組の残党に邪魔されることも増えたし、そっちも懲らしめ時ってわけ。私たちには使命があることを忘れないで。パエトーンのために金庫の裏に隠された真実を突き止めるの。たとえ猫股と関ヶ組が分けありだったとしても、あの子は関ヶ組の拠点を把握してる。金庫の情報を得る絶好のチャンスよ。その上で悪くない報酬も得られるなら願ったり叶ったりじゃない。ニコの親分、そんな先の言葉で考えてたなんて。ただいま、みんなお待たせ。で、私面白いとこを見逃しちゃった。いいえ、まったく。あんたが来たら早速調査を始めましょうって言ってたとこよ。そういうことなら今すぐ出発しよう。最初の拠点に案内するから私についてきて。